それでは女子 1600m リレー決勝、第1レーン若さ、清常さん、塚本さん、下西さん、木崎さん、第2レーン鯖江、吉村さん、谷奥さん、大浦さん、上田さん、第3レーン北陸、浜谷さん、松尾さん、上島さん、八尾さん、第4レーン竹生、荒木さん、辰巳さん、綿谷さん、酒井さん、第5レーン敦賀、山本さん、久保田さん、川端さん、橋田さん、第6レーン大野、羽畑さん、江畑さん、石黒さん、松田さん、第7レーン明日は中澤さん、川端さん、松田さん、竹原さん、第8レーン五市、藤本さん、菅江さん、大島さん、岡田さん、以上8チームによりまして女子 1600m リレー決勝です。女子 1600m リレー決勝がスタートいたしました。注目は何といっても第5レーンの敦賀高校が大会新記録をマークするか、県高校記録にどこまで迫れるか、そして2位争いは竹富の4分9秒00、北陸の4分9秒75、大野が4分10秒01と混戦が予想されます。敦賀の第一走者は400m2 位の山本さん、竹富の第一走者は 400m5 位の荒木さん、北陸の第一走者は 400m ハードル2位の天谷さん、さあどの選手も3日間の競技で疲れ切っている体に鞭を打って死力を尽くして走ってください。さあ敦賀がリード、そして竹富の第2走者は 400m 競争5位の4位の勝美さん、そして敦賀の第2走者は 400m ハードル1位の久保田さん、さあ終盤もスピードが落ちません。これに続くのは北陸の第2走者は松尾さん 400m 6位、さあ第3走者にバトンが渡りました。敦賀の第3走者は川田さん 400m 3位、さあ2位争いは北陸が上島さん、さあ大会記録3分54秒83を更新できるでしょうか。まもなくアンカーにバトンが渡ります。さあ竹富も巻き返しを図ります。
2位争いはほぼ同時に第4走者にバトンが渡りそうです。竹譜が先行してバトンを渡しました。敦賀はバックストレート 400m1 位、走り幅跳び三段跳び1位の芦田さん。さあ2位争いは竹譜と北陸、竹譜のアンカーは酒井さん、北陸のアンカーは1500m、3000m で2位に入りました八尾さん。さあ北陸が前に出ます。さあホームストレートは敦賀43、44、45、49、50。さあ2位争い北陸が前に出ます。さあ下位争いも熾烈、4位、5位、6位。どのチームも全力を出し切りました。女子 1600m リレー決勝、1着敦賀3分50秒12、これは大会記録を4秒以上上回る大会新記録。2着北陸4分3秒18、3着竹譜4分6秒15、4着明日は4分8秒90、4着大野4分8秒90、5着明日は4分9秒10、6着星4分9秒30、7着若狭4分13秒35。8着沢江4分20秒94。